わかるもん。で、片方ね、ゲットとかね、落ちぶれだからね。うん。ゲの場合ではね、一旦落っこってからね、また来てるからね。な相棒がな、うん、おかしなことやったから、うん、あれだけど、まあ、それを引退してまたそれで食ってくってまたそれは相方だよね、うん、それはそれでいいんだよ、お笑いだから、お笑いだからね、うん、あの女優さんとか俳優さんじゃないから、うん、この先一般道その他待ち伏せエリアだから、ああいう白黒アンジャッシュとか千葉テレビの番組のこれで守ってるのはいいよね、うん、え小山さん懐が広いじゃん、そこはね階段に座り、そのところで見ないで、えいつ帰っても融資だけないところ、で、ほら今、漫才